中年オタッキーです。先日のね、ライブとか動画でも案内しましたが、オタッキーのね、動画を、英語字幕版にしたやつね、が公開されております。別チャンネルになっておりますんで、ちょっと、依頼して作ってもらってるんですけども、で、すでにね、この時点で2本目の動画もアップされております。フィルム写真をね、衰退させないためには、やはり、日本人だけじゃなくて、外国人にもアピールしなきゃダメだということで、まあ、オタッキーはね、その、英文ギリギリ読めるんですけどね、文章を作成する能力はないんですよ。というわけでね、依頼しております。で、そのチャンネルのね、2本目の動画がね、現時点で上がっております。で、まだ見に行ってない方ね、ぜひね、見に行ってね、できればチャンネル登録と高評価の方お願いします。コメントとかもいただけたらいいんですけども、チャンネル登録とかね、高評価とかコメントがたくさん入ると、動画、YouTube でのランクが上がっていってシェアされやすくなります。で、シェアされやすくなると、海外の人の方にもね、どんどんシェアされていくと思うんでね、オタッキーのね、字幕がないやつでも結構外国人が見てくれてるんで、字幕がつけばね、どんどん伸びるんじゃないかな、と思って、やっております。フィルム写真をね、衰退させないためにもね、皆様ご協力お願いします。チャンネル登録1000名にならないと、収益化されないということで、モチベーションも上がらないと思うので、ぜひともご協力お願いします。チャンネル、そのチャンネルのね、リンクはね、この説明欄の方にね、記載しておりますので、この動画、まあ、途中でもいいんでね、リンクから飛んでいただいて、高評価とね、チャンネル登録していただければと思います。ご協力お願いします。ちょっと前置き長くなりましたが、今日はね、再び対決です。よいしょ、このカメラとこのカメラ。はい。キャノン EOS 1とニコン F4 ですね。この2台をこの組み合わせ、キャノンの EOS 1の方はね、EF2470F4LISUSM というレンズ。で、こちらニコン F4 の方は、AF2=2870F3.5 から 4.5D という普及レンズを装着しております。まぁ、ちょっとニコンファンの方には、それずるいよって、その比較ないよっていうね、感覚になると思うんですけどね。さらに、EOS 1の方は、Kodak T-MAX100。で、ニコン F4 の方はね、アリスタエデューウルトラ100と。まあ、フィルムもね、EOS 1の方がちょっと豪華なやつが入ってるんですが、この条件でもね、戦えるよと、ニコンの方は戦えると。そんな感じでね、どんな感じなのか。まあ、趣旨としてはね、Kodak T-MAX で豪華なレンズをつけても、アリスタエデューで安いレンズで対抗できるよと、いう動画にしたかったというのが本音ではありますが、どんな差になっていったのかということを今日はやっていこうと思います。はい、それでは動画スタート。はい、まずはね、アリスタエデューウルトラ100というフィルムなんですけども、まあ、チェコ製ということでね、チェコ共和国ですか。で、中身はおそらく、フォマーパン100になると思います。乳剤としては、旧乳剤のね、まあ、粒子が比較的粗めの、古い乳剤で作られたモノクロフィルムになってます。で、アリスタエデューの方がね、フォマーパンより安いんです。ちょっとだけ安いんですよ。なぜね、その OEM のが安いのか本当に不思議でしょうがないんですけども、まあ安いからしょうがないですね。で、Kodak T-MAX100 といえば、まあ、T-MAX T 粒子ということでね、新しい粒子の、モノクロフィルムでありまして、まあ高級モノクロフィルムになりますね。特に最近コダックはかなり値上げが激しいので価格も結構高めになっておりますが、この2本をね、現像液は今回は両方とも同じ現像液を使用しました。富士スーパープロドール 50% 希釈という、現像液を使用しまして、現像したんですけどもね、大体似たような仕上がりになってきてるとは思います。で、まあ、流れ的にね、ちょっと L レンズ使っちゃったんですけど、EOS 1の方はね、Kodak の T-MAX100 で、この L レンズでね、ちょっと雪景色をね、ちゃちゃっと撮ってきました。で、ここからはね、ちょっとこの L レンズで、T-MAX100 で撮った写真をまずは紹介していきますね。ここから作例の紹介です。はい、L レンズで撮ったね、T-MAX なんですけども、まあ、問題ないというか、さすがの写りですね。流情感も、まあ、少なく、シャドウハイライト、会長ともにね、文句なしとなっております。ちょっ
とだけ加減度だったかもしれないね。柔らかめの描写にはなっておりますがね、さすがですね、こう、キレキレの描写になっておりますよね。まあ、雪景色ということでね、この階調の方もしっかり出てね、雪の表面のね、ディテールがしっかり出てると思いますし、この風景写真でもね、山肌のディテールとか素晴らしい調子で出ていると思います。これアップでね、撮ってるもの、この表面のね、コンクリートの表面のディテール分かりますでしょうか？ものすごいディテールになっております。まあね、まあ、さすがの L レンズ、さすがの T-MAX という感じの写りになってると思います。流浄感もね、まあ、ちょっとは見られますが、この暗部との階調もね、問題なく出ているように見えますね。うん。まあ、文句のない写りになっていると思います。さすがは L レンズ。まあ、当たり前といえば当たり前なんですけど、高いレンズだね。このレンズ、新品で買うと15万円したレンズになるんで、まあ、僕は中古で7万円ほどで購入したんですけどね。現在では5万円前後でヤフオクで見かけますね。問題のない品物が、5万ちょいぐらいでヤフオクで購入できると思います。はい。で、ここから比較していくんですけどね、ニコン F4 についているこのレンズ、2870なんですけども、まあ運が良ければ500円ぐらいで購入できる普及レンズではありますがね、まあ、ニコンのレンズはね、廉価レンズでも比較的調子がいいんですよ。まあキヤノンのレンズもそんなそこまで悪くはないんですけど、ニコンは本当に特別、なんか廉価レンズでもねいいような気がします。まあそんなわけでね、まあちょっと半ばやけくそではあったんですが、まあ比較しちゃえみたいな感じでノリになっていきますね。現像液は先ほども申し上げましたように SPD 50% になっております。それではね、ここからはね、その、作例をね交互に紹介していきます。1枚目がアリスタエリュープラスニコン、で2枚目が T-MAX かな、こちらの紹介になってまいります。はい。まず1枚目からアリスタエリュープラスニコンですが、これちょっとアンダーになってしまってるんですね。で、T-MAX の方は、正常な写真になって、ちょっとこれ差が出てしまいましたが、はい、こちらニコンプラスアリスタエリューですね。で、これが T-MAX。あんまり変わらないように見えると思いますが、はい、これもニコンプラスアリスタエリューですね。で、こちらが T-MAX。あんま変わんないと思う。これニコンプラスアリスタエリューですね。で、こちら T-MAX ですが、あんま変わんないっすよね。変わんないと思います。こんなにね、ちょっとね、意外だったんですが、これはちょっとね、露出が変わってしまってますね。T-MAX の方がちょっとオーバー気味ですが、階調の差は若干出るかな。暗部の階調がやはり T-MAX の方がほんのちょっと出る感じかな。まあ、現環境ではね、ほとんど差が見られないような気がしますが、流浄感はほんのちょっとだけやっぱ T-MAX 有利か、という感じになりましたが、皆様どう感じました僕はね、アリスタエリューでいいんじゃないって思いました。これ T-MAX、いるかなと。もうそこまで大きな差かという感じに感じました。まあ、このね、2本のフィルム、特性としてはよく似てるんですよね。T-MAX もね、アリスタエリューもね、比較的コントラスト高めに出るフィルムなんでね、そういう意味でも比較今回ちょっと面白かったと思います。まあ、シャドウ部の会長はね、やや T-MAX 有利かなと思ったんですが、現状のね、環境、SPD で現像して、その、エプソンの GTX900 でスキャニングしたという、環境ではほとんどね、差が見られず、構図つけがたいぐらい。何よりもね、今回ちょっと、厳しいで条件で撮ってないということもあって、その L レンズとね、普及レンズの差は、まあ、ほぼなかったって感じですね。順光で撮ればね、そんなに差は出ないんですよね、レンズの差ってね。まあ、逆光とかね、厳しい環境で撮るとね、大きな差が出るんですけども、まあ、今回はね、ほぼ差が出なかったということで、安いレンズでもね、順光で撮れちゃんと映るんですよ。まあ、逆光で撮ってね、フレアとかゴーストがバンバン出まくるのを逆に楽しむという方法もまああるんですけど、そんなわけでね、今日この2台、やりましたが、まあ、甲乙つけがたいということで、
そこで、ティーバックスすっげー高くなってるし、アリスタでいいと思いますよ。全然。うん。何もね、シャッチョコバって高いフィルム買ってね、苦しむより安いフィルムでバシバシ撮った方が絶対いいと思います。はい、今日の動画こんな感じになったんですけど、ちょっとね、ここまで差が出ないと思ってなかったんで、超意外だったんですけど、まあ、アリスタエディの方はね、長巻きで購入してるんで、まだまだ本数がありますんでね、いろいろやっていこうと思います。で、今後ね、ちょっといろいろやっていく方向になっていくってるんですけど、トライ X がまだ2本残ってたんで、トライ X とね、ダブル X とかね、比較の動画とかも作っていこうと思います。ダブル X はね、コダックのフィルムなんですけど、映画、ムービー用のフィルムなんですね。で、フィルム、フォト用のフィルム、写真用のフィルムの値段はバンバン上がってるんですけど、ムービー用のフィルムの値段はね、そんなに上がってないんでね、トライ X の400が100フィートでね、130ドルぐらいになってるんですけど、ダブル X の方はね、400フィートでね、360ドルぐらいなんですよ。100フィートに直すと90ドルぐらいなんで、以前のね、トライ X と、まあ、100フィート単位では同じぐらい、随分前の値段と同じぐらいの価格になってるんで、これ、1本あたり500円ぐらいになってくるんですね。パトローネに詰めるとね、フィルムローダーでね。で、400フィートでね、購入してあり、もうそろそろね、到着すると思うんですけど、まあ、WX、以前いただいたものがまだ2本ほど残ってるんで、現状すぐにテスト開始できる、環境にありますんでね、また、いろいろテスト、WX に関しては、まあ、標準感度が250なんですけど、それを100に減換したり400に増換したり、いろいろやってみようと思ってます。本数が入るんで、そんなわけでね、フィルム代がね、どんどん高騰していっているので、その高騰に対抗するためのいろんなアイデアを今後やっていこうと思っています。はい、今日の動画はこんな感じで、ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。最近のね、作品投稿、本当にレベルが高すぎてちょっとうなっておりますが、とりあえず今日は秋純さんからいきますね。おたきさん、視聴者様、こんばんは。デジカメの写真を2枚、組写真投稿します。今年に入り、我が家の敷地にキジが現れてて、F1 に 300mm つけても準備すると飛んでいってしまうので、デジカメ使いました。台所のガラス越しですが、満足できる写りだったので、ど田舎の風景でも見てください。ど田舎でも記事はテンション上がりますということですね。キャノンスーパーショット SX420IS。ちょっと古めのコンデジかなで撮った写真なんですが、ちょっとね、その、古めのコンデジの味がしっかり出てますね。ちょっと前の多分やつだと思うんですけど、フィルム写真チックに写ってるのがよくわかると思います。解像度はまあそこそこですね。色の発色はまあキャノンということで、発色はまあ間違いないという感じでありますね。生地をね、こんだけ間近で撮れるチャンスというのは確かになかなかないと思いますね。秋純さん、ラッキーでした。ありがとうございます。次はキャラブキさんの投稿ですね。こんばんは。紅葉を撮りに行った時のフィルムが現像から帰ってきたので、今更ですがよろしくお願いします。1枚目、タイトルは渓流、カメラペンタコン6、レンズビオメター 80mmF2.8、 フィルムが富士プロ 160NS。 2枚目、タイトル透けた紅葉、その他1枚目同様で、データは1枚目同様ということですね。で、写真なんですけどもね、ペンタコンということでほぼスクエア写真なんですが、まあ、ビオメターのね、レンズの解像度もあってね、非常に良い写りになっておりますね。このカメラね、調子が悪い個体が多いということなんでね、まあ、よく撮れましたね。で、2枚目がね、これね、ビオメター普通の逆光には弱いんですけど、木漏れ日のね、フレアを作って素晴らしい写りになってますね。これちょっとタイトル画面にさせていただこうかなと思います。はい、キャラバキさん、ありがとうございます。次はね、チュカメさんですね。おたきさん、お疲れ様。チュカメです。組写真に投稿させていただきます。タイトルは雪の後でお願いします。1月の頭に関東で大雪降ったんですが、その2日後の千葉県の様子です。大人は雪が積もると車が出せなかったり凍結で滑ったりと、あまりいいことはありませんが、関東の子供にとっては雪遊びの貴重な機会になるのでは
一概に悪いとは言えないですよね。そういう私も雪が降ってる最中は積もると後が大変と頭の片隅で考えながらももっと降るとワクワクしながら思ってますが、かっこ笑い。ちなみに2枚目のに写ってるのは千葉県公式ゆるからチーバくんです。そんなのいるんだ。写真と、使用カメラとレンズは、ベンタックス SFXN SMC ペンタックス、M50mmF2 フィルムはイルフォード HP5 プラスを SPD50% 20度13分で現像しました。おたけさんの影響で SPD を使い始めましたが、安くて使いやすな現像液ですね。値上げしないといいなぁということですね。で、1枚目からいきますがね、こう縦構図で撮られておりますがね、この残雪がね、溶けている様子がね、よく映っておりますね。ディテールもしっかりですよ。光はね、あんまりないような感じですが、2枚目もいきますが、しっかり改造しておりますね。結構ね、13分長めかなとも思いましたが、こんなもんなんですね。いい感じで出ていると思います。3枚目もそうですね。3枚目はね、向こうの建物に光がちょっと当たってる感じで、まあ、軽く光の境界線になってるんですけど、溶けかけた雪だるまが哀愁を感じさせるという写真になっております。はい、ちかべさんありがとうございます。次はね、うーちゃんさんの、作品ですね。こんばんは。先日のライブでも少し触れましたが、アドックス CMS22 プロで撮影した写真を投稿します。今回は組写真で、タイトル、翼と光と影、カメラはニコン F5、レンズは AI ズームニコル 3570F3.5 などを使いました。撮影時、露出は完璧に F5 に任せ、構図などを考えることに集中。現像は東京のアートラボさんにお願いし、スキャンは自宅でエプソンの GTX830 で行いました。雲一つない快晴のもと、光に照らされた数々の機体を切り取るのには最高のフィルムだと思います。個人的にはリピート確定ですね。それではよろしくお願いしますということでね、作品なんですけど、1枚目結構タイトル画面悩みました。見事な写真になりておりますね。まあ、レンズの優秀性もそうですが、フィルムの優秀性がとにかく素晴らしいですね。このね、ディテール生めかしい写り、本当立体感もあって、これゾクッとするようなフィルム、ヘリコプターのねローターがねものすごいディテールで描かれております。3枚目もそうですが、3枚目これハイライトとシャドウのね階調、非常によく出ておりますね。やはりこのフィルム良いフィルムですね。アドックス CMS22 プロ以前ね、2回ほど紹介しておりまして、2回ねその露出というか現像実感を変えてねオタッキーは対応したんですけどもね、もう1本あるんで何かどうやって撮ろうかなって考えてはおるんですが、このフィルムねそんなに高くもないしね、まあ、通販になってしまうんですけども非常に良い写りになっております。まあ現像方法とかいろいろありますが、うーちゃんさんはねアートラボさんにね、現像を依頼したということで、これ素晴らしい出来になっておりますね。見事です。うーちゃんさんありがとうございます。たくみさんの投稿ですね。オタキーさんお久しぶりです。いつも動画ライブ楽しみに行ってます。また最近新たに一人フィルムカメラを始めてくれました。やりますね。どんどん引き込んでるね。最近はコダックが値上げして学生の僕にとってはなかなか痛手ですが、やはりフィルムはやめられないものですね。というわけで作品投稿させていただきます。組写真で、ね、ペンタックス SP55mmF1.8 コダックゴールド200、タイトル夕刻でお願いします。これからも楽しみにしてます。自分も友達にフィルムカメラを始めてもらえるよう楽しみながらやっていきますということで、作品なんですけど、これがなかなかまたレベルが高いんだな。もう今回もねそうなんですが、もう最近レベルが高い写真ばかりで、見事なねディテールでね切り取っておりますね。このレンズね、ペンタックスの 55mmF1.8 やはり名玉ということで、この2枚目のね砂浜の光り方素晴らしい写真になっておりますね。3枚目は僕的には構造ちょっとずらしたかったかなって感じもしますが、まあこれはこれでまたいい感じですね。いやなかなかの写真になっております。たくみさんありがとうございます。はい、今日のね作品投稿のコーナーはここまで、で作品投稿のコーナーちょっとネタ切れかけになっておりますので、写真投稿ありましたらねどんどん投稿お願いします。投稿のルールの方はね、この YouTube のチャンネルの概要欄、おたっきのねチャンネルの概要欄の方に、各コーナーのルールを記載しておりますので、そちらのルールを参考に、投稿くださいませ。挑戦者どんどん募集しております。飛び抜けた写真とかね、いい写真はねタイトル画面にねオタッキーの基準で勝手に決めさせていただきますので、その辺はあしからずということで、はい、ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。
はい、俺のカメラのコーナー、今日はトゥーランさんの俺のカメラですね。オタッキーさん、いつも楽しく動画拝見しています。オミクロン株の猛威が止まりませんね。最近使っていない旧ソビエト製カメラを紹介したいと思います。フェド5と標準レンズのインダスター 61LD55mmF2.8 の組み合わせです。5年ほど前に未使用品を輸入、整備したものを購入しました。前面のセレンコ電池で EV値を表示する針がついています。この値を元に絞り値と SS シャッタースピードを設定して撮る、そんなカメラです。作例紹介もやってますね。トライ X、 1枚目がトライ X、 門司港の展望台、2枚目カラーネガ、富士カラスペリアエクストラ400、同じくもう1枚ですね、2枚目、カラーも2枚目、戦前のツワイスのテッサーのデッドコピーと言われており、少し絞るとやはりキレキラな描写です。最近使っていないので手放すか迷っているところですが、レンズはとても魅力的なのでマウントアダプターと組み合わせでデジタルで時々使っています。また投稿させていただき、早くコロナが終わることを祈るばかりです。ご自愛くださいということなんですけどもね。このカメラ、フェドはね、僕フェドは持ってないですけどね、僕はゾルキーをね、持ってるんです。ゾルキーの3ですか。フェドもね、欲しいんですけど、フェド5っていうのは結構ね、もう後の方のモデルになって、一応ね、バルナックライカのコピーカメラにはなるんですけど、もう似ても似つかないぐらいのレベルになっておりますね。EV 値をね、表示してね、写真を撮るっていうのは、まあ、キャノン7とかね、その辺も採用されておりますね。これ、セレン光電池式の、露出系になっておりますね。写りはね、テッサーコピーということで、ご覧のようにね、作例の方非常に美しくなっております。結構ね、ロシアンカメラ、ロシアンレンズ、特にロシアレンズはね、もうマニアの間では結構ね、遊べるレンズということでね、取引されておりますね。価格もね、そんなに高くなくて、マウントアダプターでね、ミラーレスカメラとかに装着して遊んでる方が多いと思うんですが、フィルムでね、遊ぶのもまた面白いのでね、ぜひフィルムで写真を撮っていただければと思います。俺のカメラのコーナーここまでということで、今日はね、この辺で終わっていきます。他のコーナーもね、まだ投稿が来てないですし、俺のカメラのコーナーも投稿ちょっと終わってしまったので、ネタ切れになってしまったので、まだ投稿の方よろしくお願いしますね。今投稿したらすぐに紹介されます。はい、今日の動画はこんな感じです。いかがだったでしょうか。次の動画なんですが、ニコン F3 にね、ベルビア50。リバーサルフィルムね、富士のベルビア50を装填して、紅葉と雪景色を撮った、作例を紹介していきます。レンズがね、35-70F3.3 から4.5 の普及レンズ、500円で買ってきたジャンクレンズで、リバーサルフィルムで撮ってきました。こんな安いレンズでリバーサルはもったいない。さあ、どうだったのか。どんな感じで映ったのかは、お楽しみということで、かなりいい感じに映っております。はい、そんなわけで今日の動画は、以上です。高評価、コメントの方ね、どしどしお願いします。コメントの方はね、週末に一気に返していく予定になっておりますが、ちょっと追いついてない状況ではあるんですが、頑張って返していこうと思います。一応ね、見落とさない限りは全てのコメントに返信をつけていきますので、じゃんじゃんコメントください。で、高評価もポチッと押すだけなんでね、ぜひともお願いします。チャンネル登録の方ね、とうとうあと100名ほどで、5000人に到達する運びになりました。あと1ヶ月ちょっとで5000名ということで、5000名到達の時はね、キャノン A1 を視聴者様1名プレゼントということになってきますので、ぜひぜひ今のうちにチャンネル登録して、視聴者プレゼント企画をお待ちくださいませ。はい、それでは今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。最後まで ご視聴いただきありがとうございました。ごきげんよう。さよなら。